こんにちは、さかねの森です。さあ、今日は何の日かな。今日は料理動画じゃないです。今日は本当に、今更なんですけど自己紹介の日ということで自己紹介をさせていただきたいと思います。まず基本的なことなんですけども、私は森あさなと言います。結構ツイッターとかねコメントいただくときに朝なの名がねナッパの名になってるんですけど、私の名前はね朝昼晩の朝に奈良の名、ちょっと渋い感じで爽やかなお名前となっておりますので、もしよかったら覚えてください。誕生日は12月の20日 B 型です。お気づきの方も多いと思いますが非常にマイペースです。家族構成なんですけど、ちらほら出てる社長は私の父です。で、母が一人いて母がいて妹が一人います。って言いたかった。で、妹は去年ね結婚をして子供が生まれまして、今年メイクがめちゃめちゃ可愛くって私の最近の癒しです。前に私に隠し子疑惑が出たことがあって、それというのもなんかの動画でちょっと赤ちゃんのね鳴き声が、めいっ子の鳴き声が入っちゃったみたいなんですけども、めいっ子の声でして私の子供はおりません。未婚です。独身です。で、だいぶ前にはなっちゃうんですけど、私の SNS、インスタグラムとかツイッターで質問をね、いくつか募集させていただいてですね、動画を撮ろうと思ってたんですけど、なんせ私はこの一人喋りが苦手なので、こう、今の今まで撮ったり撮らなかったりで今になってしまったんですけど、今日ちゃんと多かった質問から答えていきたいと思います。とね、今日は妹がね、質問をまとめてくれたので、お話ししながら答えていこうかなと思います。ということで行ってみよう。なぜお魚屋さんになったの？これは私の尊敬する父が魚屋で後を取りたいと思ったからです。一番好きな魚は？見た目はキンメダイ。あ、でも森山未来系のこうシュッとした顔もなんで好きなので、ブリとかカマスとかトビウオとかもめっちゃイケメンだと思います。味はタチウオ。初めてお魚をさばいたのはいつ？幼稚園ぐらいの時からなんかやってたよね。何かしら魚屋さん当ててたよね。私たちが幼稚園の時に父がスーパーの魚屋さんやってたんで、そこのねお手伝いをやってたのが最初だと思います。なんかマグロの中落ち取ったり、スプーンで包丁は使わせてもらえなかったけど、タコをねこう袋詰めしたりとか何かしらやってました。じゃあガチャこれから旬のお魚教えて。秋に美味しいお魚だと、サのね、つくお魚が秋は美味しいっていう風に思います。サワラ、サンマ、サバ、終わりあとカツオとかね。さばいてみたいお魚は？私、一個だけすごいやりたいやつがある。あんこ、つるし切り、やってみたい。変えたらやりたいな。お魚さばき以外で得意なことは？絵が得意だよね。私はもともと美術部なんです。ずっと小中高絵の教室も行ってて、油絵がね趣味で描いてたんですけど、最近はなかなか描けてないので久しぶりにやりたい。魚を扱った後の手の生臭さを消すケアは何かしていますか？もう鼻が慣れちゃってるかあんまり気にならないんだけど、やっぱり結構友達に会うと魚臭いよとかって言われるので、出かけるときは気をつけてね。魚の匂いが消えるハンドソープみたいなのはもういろいろ持ってます。で、最近ハマってるのはこれ、もう名前のごとしフィッシュソープ。これめっちゃ消えます。お店の名前は？はい、お店の名前は魚屋の台所下の意識という。で、全部で12店舗あって概要欄の方に載せてるので、もしご興味あれば見てみてください。お店に行ったら会えるんですか？私はね、お店に今毎日その店頭に立ってるわけではなくて、いろんなお仕事をしているので、経理だったりとか採用だったり広報だったり、なので常にいるわけではないんですけども、もし見かけたら声かけていただければと思います。ただ仕事中はねオンモード、仕事モードがすっごいので、
こうピリピリしてる時もあるかもしれないし、その時は大変申し訳ないです。温かく見守っていただいて、 YouTube 見てくださる方がお店に来ていただいて声かけていただくことがあって、すごい嬉しいです。いつも見てるって言われてすごい恥ずかしいんですけど、とても嬉しいので、見かけた時は声かけてください。ただお写真が、私も仕事中で他のお客様の接客とかもあったりするので、なかなかお答えできない時が多いとは思うんですけども、温かく見守っていただけると嬉しいです。おすすめの包丁と砥石はありますか？まず包丁なんですけど、私は見ての通り女性なので、やっぱり男性とは使うものが結構違うみたいで、一番ね使いやすいなと思うのはこういう小出刃、この短いね包丁がすごく力がやっぱり入りやすいですよね。なので使いやすくて結構愛用してます。あとは骨すき包丁とか、ああいうちょっともう細かい作業するときもちっちゃい包丁好きです。で、砥石はアマゾンとかで買ったようなものを愛用してます。2つ持ってて、目が荒いやつと普通のこう研ぎ上げるもの。人生で大切にしていることは？私は家族が本当に大好きなので、家族のことはとっても大切にしてます。その上で自分が後を継ぐっていう覚悟をしてきてるし、お店や会社のことを守っていくことを一番に考えて、いろんなこう取捨選択っていうのをしてきています。前職は？前職はもうこれは結構びっくりされると思うんですけど、 IT 企業に勤めていてですね、全く今とは全然違う仕事をしていて、もともと水産業に興味があったんですかとか、魚関係の仕事してたんですかって言われるんですけど、10年前ぐらいかなにこの寿商店に戻ってきてですね、そこからしかお魚をさばいたりってことはしていないので、まだまだ未熟者ですが頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お付き合いされている、もしくは結婚していますか？独身です。彼氏おりません。魚が好きです、今は。タイプはもうこういう顔のね人たちです。はい、これがね5月ぐらい、めっちゃ空いちゃったね間が、にいただいた質問を一旦まとめてみたんですけども、少しは知っていただけたでしょうか。もしね、この動画の反響良ければ、まだいろいろとこの5月以降のコメントだったり、DM だったりでご質問いただいてることもあるので、また追加で出せればなと思います。ということで、今日は自己紹介の日でした。バイバイ。